黒潮、黒潮、黒潮、黒潮は日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、黒潮は影ウ型駆逐艦の3番艦。春工直後は第二水雷戦隊機下の第16駆逐隊。続いて第15駆逐隊に所属して、フィリピン攻略船、ランイン作戦、スラバヤ沖海戦、ガダルカナル島攻防船、ネズミ輸送、南太平洋海戦。 第3次ソロモン海戦、ルンガオキア戦等に参加。本艦は1943年、昭和18年5月8日、コロンバンガラ島への輸送作戦中に植来し、第1 5号区隊の姉妹館二ウ、オヤ親オと同時に沈没した。黒潮の艦名は、海上自衛隊の潜水艦として継承され、ガトー級潜水艦、黒潮、救命ミン後、渦潮型潜水艦、 黒潮、親潮型潜水艦、黒潮が収益した。影楼型駆逐艦3番艦、黒潮は、仮称19号艦として、藤永電造船所で1937年、昭和12年8月31日に寄港。同年12月9日、藤永電造船所で、影楼型6番艦、夏潮が寄港される。1938年、 昭和13年4月15日、日本海軍は、舞鶴海軍交渉で建造中の駆逐艦を、影楼、浦賀選挙の同型駆逐艦を、白縫い、藤永伝造選所の本艦を、黒潮、東京石川島造船所の側転型付設定2番艇を、白紙と命名する。同日府で、艦艇類別等級表に、影楼型駆逐艦が新設され、三席、影楼、白縫い、 黒潮は同系に類別された。同年10月25日、黒潮は浸水。1939年、昭和14年2月23日、藤永伝造船所で夏潮が浸水。本館と同時に偽装工事が進められる。同年4月11日、藤永伝造船所で、影楼型11番館、裏風が起候。10月16日、 日本海軍は吹雪型駆逐艦22番艦、響駆逐艦長、岡本二郎少佐を黒潮木総委員長に任命する。公認の響き艦長は、白津湯型4番艦、夕立、艦長岡三地部少佐。10月22日、藤永伝造船所に設置した黒潮木総委員事務所は、事務を開始する。1940年、昭和15年1月20日、 佐世保海軍交渉で、影ウ型8番艦、摂風が旬行、呉へ開港される。摂風旬行から1週間遅れた1月27日、影ウ型3番艦、黒潮は旬行。岡本中佐も黒潮駆逐艦長、初代に任命される。藤永伝造船所に設置されていた、黒潮に総員事務所を撤去。同日府で、日本海軍は、影楼型2隻、 石風、黒潮により、第十六駆逐隊、司令、島崎と夫大佐を編成。初代司令駆逐艦は、石風。2月15日、神戸川崎造船所で、影老型七番艦、初風が竣工。同日府で、第十六駆逐隊に編入され、呉に移動する。2月24日、黒潮も、大阪から呉に開港。第十六駆逐隊は三隻。 黒潮、初風、摂風を揃えた。第2艦隊、第2水雷戦隊に所属。10月11日、第16駆逐隊3隻、初風、司令駆逐艦、摂風、黒潮は、紀元2600年記念行事に伴う、紀元2600年特別艦艦式に参加する。同駆逐隊は、第3戦隊、第7戦隊、第8戦隊、第8駆逐隊、 第18駆逐隊と共に第3列に配置されていた。10月26日に、影楼型9番艦、天津風が、12月15日に、影楼型10番艦、時津風が進行して進む第16駆逐隊に、編入されると、黒潮は11月15日府で、第15駆逐隊に転出した。第15駆逐隊は8月31日府で、影楼型3隻、 4番艦親子を、5番艦早子を、6番艦夏子を、によって編成されていた。黒潮編入時の第15駆逐大司令は、上田光之助大佐、本艦の編入で定数4席を揃えた。同日府で、岡本中佐、黒潮艦長は、海軍水雷学校教官にへ転任。吹雪型8番艦、白雲艦長、前川新一郎中佐が、黒潮駆逐艦長。 二代目に任命される。第十五駆逐隊も、第二艦隊、第二水雷戦隊所属となる。1941年、昭和16年6月18日、第十五駆逐隊司令は、上田大佐から佐藤虎次郎大佐、前職、第四駆逐隊、嵐、野分け、萩風、舞風司令に交代した、上田は9月20日より、日本岸監督官、 6月23日、連合艦隊の第16回応用訓練が終了した午後6時ごろ、日向灘で同系艦、夏地を1 5る両艦、朝潮型区畜艦8番艦、峰雲第9区隊、本艦の多重衝突事故が発生。黒潮は更進をかけた峰雲に追突し、艦首部分に損傷を受けた。修理は、呉交渉において、 1> 約1ヶ月間かけて行われた。7月26日、修理完了。9月10日、前川中佐、黒潮艦長は、海軍兵が降伏艦に捕食。日本海軍は、六月型駆逐艦6番艦、水月、艦長、古高型重巡洋艦2番艦、過去水雷町、峰風型駆逐艦12番艦、保府艦長等を歴任し、 当時は、吹雪型13番艦、朝霧艦長だった、宇垣玉木中佐を黒潮区逐艦長、3代目に任命する。9月15日、第二水雷戦隊司令官、後藤存次少将は、第6戦隊、青葉、過去、木野笠、古高司令官へ転任。翌年10月、サボ島沖海戦で、青葉大破時に戦死。公認の2水戦司令官は、第6潜水戦隊司令官連。 来蔵少将となった。1941年、昭和16年12月8日の太平洋、戦争開戦時、黒潮は引き続き同警官3隻、親潮、早潮、夏潮と共に、第二水雷戦隊、司令官、田中来蔵少将機関、人数、第十五駆逐隊、司令官、佐藤虎尾大佐に所属、秘湯部隊、指揮官、高橋伊望中将、 第三艦隊司令長官の指揮下にあった。第二水雷戦隊の規格駆逐隊には、影楼型編成の駆逐隊が十五かけるのほかに二つ、所属していた。第十六駆逐隊、初風、天津風、時津風、雪風と第十八駆逐隊、影楼、白縫い、浅潮型駆逐艦、霞、あられである。このうち、第十八駆逐隊は、第一水雷戦隊、 司令官、大森千太郎少将、機関阿武熊の指揮下にあって、南雲機動部隊警戒隊として、真珠湾攻撃に参加しており、第二水雷戦隊本隊とは別行動であった。開戦と同時に、第十五駆逐隊は、ダバオ、コロ攻略作戦に参加した。1942年、昭和17年1月4日、目など攻略作戦に参加し、以降、 ケンダリー攻略作戦、アンボン攻略作戦、マカスサル攻略作戦に参加。一連の任務に従事中の2月8日、マカスサル沖で輸送船団護衛中の第15区逐隊、夏塩、親塩、黒塩は米潜水艦に襲撃される。黒塩は魚雷が命中して航行不能となった夏塩の栄光を行うも2月9日朝になり浸水が進み、 夏潮は沈没した。同艦は、カゲロウ型初めての喪失艦となる。第15駆逐隊は司令駆逐艦を、親潮に変更し、しばらく、カゲロウ型三隻、黒潮、親潮、早地を編成で行動を続ける。夏潮は2月28日付で、第15駆逐隊より除籍。以後、クーパン攻略作戦、ジャワ南方機動作戦に参加。3月15日、スラウェシ島。 スターリングワンを出港し、日本本土まで空母、カが、前月、パラを入港時に座礁して、艦艇を損傷中を護衛した。3月22日、佐世保に到着。4月17日、クレオ出撃。フィリピン方面へ進出中の4月18日遊国。第十5国地区隊は同リットル空襲に遭遇。黒潮は、宮崎県豊井岬沖で。 B-25 爆撃機に対して、主砲10発と、機銃31発を発射したが、戦果はなかった。一連の空襲に対処した後、15× は、フィリピン、カガヤン攻略作戦に参加。5月10日、第15駆逐隊、親潮、黒潮、早潮は、マニラを出港し、内地機頭中の昇格型航空母艦一番艦、昇格。 同艦は5月8日の35回海戦で大破、損傷中及び同行駆逐艦2隻、夕暮れ、さざ波と合流、5月17日暮れ軍港に到着した。6月上旬のミッドウェイ海戦における第二水雷戦隊は、攻略部隊、指揮官、近藤の部第二艦隊司令長官指揮下にあって、輸送船団の護衛に従事した。6月20日、桂島白地、 瀬戸内海に戻る。7月16日、クレを出撃して、B 作戦に参加。ペナン沖で、対戦警戒活動を実施。7月5日、アリューシャン方面作戦に従事中の二水戦。第18区逐隊3隻、ヌヒ、ぬ日、霞、アラレは、米潜水艦、グローラー、アセスグラウラー、SS-215 に雷撃され、大損害を被った、アラレ沈没。 白らぬいとか住みたい派高校不能。第十八駆逐隊司令、宮坂義人大佐は更迭される。後日、予備役に編入。七月十五日、影楼型一番艦、影楼は、第十八駆逐隊から第十五駆逐隊に編入され、十五、影けるは再び、影楼型四隻、黒潮、親潮、早潮、影楼を揃えた。第十八駆逐隊は八月十五日筆で、 解体された。1942年、昭和17年8月7日、以降、ガダルカナル島の戦いが始まると、第15駆逐隊を呼び、第2水雷戦隊もソロモン諸島に投入される。ガダルカナル島への駆逐艦輸送作戦、ネズミ輸送に10回従事した。10月2水戦は、ヘンダーソン基地艦砲射撃、南太平洋海戦に参加。11月10日、 黒潮駆逐艦長は、宇垣き玉城中佐から竹内はじめ中佐に交代。竹内は11月6日まで吹雪型24番艦、電艦長。直後の第3次ソロモン海戦では、輸送船団の護衛部隊として参加する。11月21日、影朗型5番艦、早塩第15駆逐艦隊は、単艦で第18船隊の指揮下に入り、駆逐艦5隻、 春雨、白露、ミ・磯波、早塩によるパプアニューギニアライ輸送作戦に投入される。11月24日夜、早塩は空襲を受けて大破して沈没、白露による砲撃処分。第15駆逐隊は三隻編成、親オ・黒ゲロ露になった。11月30日、第2水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将、駆逐艦。 長波座城が指揮する、第二水雷戦隊、第三十一駆逐隊、高波、長派、巻並、第十五駆逐隊、親潮、黒潮、影楼、第二十四駆逐隊、甲風、両風は、ルンガ沖野戦で勝利を収めるが、遊雲型六番艦、高波、第三十一駆逐隊司令、清水敏夫大佐戦士を喪失した。十五ける二隻、親潮、残魚来霊本。 黒潮、残魚来日本は、田中司令官より、高校不能となった、高波救援命令を受けたが、救助活動開始寸前で、米官が接近してきたため、救援を中止して被退した。第二水雷戦隊は引き続き、ガダルカナレ島へのドラム缶輸送に従事。12月26日、第15駆逐隊司令は、佐藤虎次郎大佐から無田口格雄大佐に交代。佐藤大佐は、 翌年2月よりに推薦機関人数艦長、コロンバンガラ島を機械船で戦死。12月29日府で、第二水雷戦隊司令官も、田中雷蔵少将から小柳富次少将、前職、混合型戦艦一番艦、混合艦長に交代。この後、田中少将は、陸上部隊勤務となり、二度と会場で指揮を取ることは、なかった。 1943年、昭和18年1月以降も、第15駆逐隊は引き続きがだるかなると、輸送作戦をはじめ、各方面の作戦に参加。1月2日の第5次が党輸送作戦、親潮、黒潮、影ウ、長波、巻波、高風、両風、電、荒潮では、駆逐艦、両風、第24駆逐隊が空襲により、中波。 1>, 1月10日の第6次ガトウ輸送作戦では、小柳司令官が黒潮に座城して指揮を取り、一時期的に黒潮が第二水雷戦隊機関となる。この作戦では、駆逐艦発隻、黒潮、牧波、甲風、嵐、大潮、嵐を、初風、時津風が参加して、第16駆逐隊の姉妹艦、初風が米軍魚雷艇の雷撃を受け大破している。 11日以降、黒潮はトラック白地で待機し、第二水雷戦隊各艦もトラック白地に集結していった。1月23日、修理を終えた、軽順、人通がトラックに到着する。同時期、第十戦隊司令官に任命された小柳少将は、第二水雷戦隊司令官職を離れ、公認の二水戦司令官は、伊崎俊治少将となる。また二水戦から、 長良型軽巡洋艦2番艦、伊須津、第三次ソロモン海戦損傷が外れ、二水戦機関は胴体に復帰した、人図に変更された。2月上旬、黒潮は、ガダルカナル島撤収作戦、ケゴー作戦に従事する。第二次作戦と、第三次作戦で、姉妹艦マイフー、第四駆逐隊、イソフー、第十七駆逐隊がそれぞれ損傷したが、黒潮は、 第二次作戦で、資金団により、多少被害を受けた程度であった。作戦終了後、黒潮は、輸送船と衝突した白柱型駆逐艦9番艦、甲風、第24駆逐隊を栄光して、ショートランド白地からバウルに向かう。2月15日に、トラック起動後、両艦、カゲロウと共に、空母、巡洋を護衛することになった。2月15日、巡洋隊、巡洋、 黒潮、影楼は、第三戦隊、金剛、春菜、空母、沖高、水上規模ン日清、十順二隻、鳥海、ト根、小江駆区間、しぐれ、大波、嵐と共に、トラック白地を出港するが、トラック陸上基地に展開中の、巡洋航空隊を悪天候のため収容ることが、できず、三隻のみ、トラック白地に止まった。月日、隻は、 巡洋航空隊を収容すると、トラックを立ち、21日に、クレへ到着した。以後、クレ交渉で修理に従事する。2月23日府で、黒潮区畜艦長は、竹内中佐から、白津夕方一番艦、白露艦長や同系、海風艦長等を歴任した、杉谷長秀中佐に交代した。1943年、昭和18年4月2日、 1 5る2隻、黒潮、親潮は、横須賀に到着。4月4日、駆逐艦4隻、黒潮、親潮、さざなみ、響きは、大高型航空母艦2隻、大高、沖高と、高尾型重巡洋艦3番艦、鳥海を、森して、横須賀を出発、トラックまで護衛した。同時期、ムンダやコロンバンガラ島の舞台が、 栄養不良などのために戦力が低下していたため、部隊の補充交代が実施されることになり、4月29日から5月8日にかけて、駆逐艦による6回のコロンバンが輸送が行われることになった。第15駆逐隊もこの任務に投入され、4月26日にラバウルへ移動した。黒潮は4月29日の第1回、5月3日の第3回と参加したが、 毎回同じ航路を取ったため5月6日にアメリカの嫌い不接艦ンブリーズ、プレーブル、ギャンブルがブラケット水道に嫌いを不接した。5月7日17時、第15区逐隊、親潮、黒潮、影楼は部員から第5回の輸送に出発した。3隻は前回同様ファーガスン水道、ブラケット水道を通って5月8日1時頃にコロンバンガラ島ビラ沖にいるし、 東西人員、物資を下ろして機関車を乗せると3時10分頃に出港した。3時49分、アウェー島北西約0.6回里で、親潮が食らい。それを潜水艦の雷撃と考えた2隻、黒潮、影楼は、爆雷を投下したが、4時11分頃に今度は影楼が食らいし、5時6分に黒潮も食らいして、瞬時に沈没した。 損傷した、親潮と、影楼も、米軍機の空襲を受け沈没した。黒潮では83名の戦死者が出た。救助に向かっていた第四駆逐隊司令、杉浦義美銃大佐指揮下の駆逐艦二隻、萩風、海風は、速報を受けて遭難現場に到着したが、生存者より三隻沈没の報告を受けて引き返した。6月1日、杉谷中佐は、 黒潮駆逐艦長の職務を解かれた後日、杉谷は秋月型駆逐艦三番艦、両月駆逐艦長等を歴任。6月20日、影朗型三隻、黒潮、親潮、影朗は帝国駆逐艦席より除席。全滅した第15駆逐隊も同日府で解体された。影朗型駆逐艦の名称も知らぬ日型駆逐艦に改定され、三隻は 知らぬ日また駆逐関席からも削除された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。